ら、いらっしゃいませ。ビーンズバーへようこそ。今日は暑かったわね。ママのキャサリンです。お久しぶりんこ。ジーママのめしべです。金曜夜8時30分、オープンいたしました。ビーンズバー、お楽しみください。キャサリンママのちょこっと気になるはだい。はい、ちょこっとどころか大いに気になる話なんですけど、はい、もう大谷翔平くんが止まりません。すごいですね。もう実は今日収録日7月5日なんだけど、翔平くん27歳のお誕生日なんですね。おめでとうございます。ハッピーバースデー。まあ31号また打っちゃいましたけど、すごい。ここ1週間、ホームランしか打ってないもんね。そっかそっか、本当にね、だから多分放送の時は、だから2、3、4、35号ぐらいになってるかもしれないですね。で、まあ何が楽しみって、やっぱりほらオールスターですよ。あ、来週13日にほら NHK でホームランダービー、あれね、あれをもう放送するっていうことが決まったから、もう9時からちょっと、テレビの前にへばりついて見てようかなと思うんですが、はい、何本打つかなっていう、そういうところがちょっと楽しみね。もうあれ、なんどういう風にするんでしょうね。なんかね、ピッチャーはね、ピッチャーじゃないんですよ。打ちやすい人が投げる。あ、だから確か大谷はなんか同じ、あ、まあ、マリナーズじゃない、エンゼルスのキャッチャーの人かなんかが投げるらしい。なんとかキャッチャーって言ってたね。そう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 、え、それゆっくり投げてもいいわけ？そうなんですって。相手が打ちやすいのを投げるんですって。で、何本って決まってなくって、打てば打つほど増えていくらしいよ。例えば時間制限、時間制限か、なんかそのあたりちょっとよく知らないけど、だから打ったら打っただけね、どんどん打てるんだって。へー、4分間、うん、すごいみたいよ。で、ね、そのいつも毎年そうやってホームランダービーで優勝する人は、その時に打ちすぎて、後半調子を狂わせるっていうね、ジンクスがあるらしく、ららら、翔平君もあんまり打たないでねっていう話らしいけど、でもね、翔平君心配なのは、まあ決算じゃない、その前の試合か、2打席連続29、30ってホームラン打った時に、9回の裏で、同点だったのを、最後のランナーで出た時に、四球で出た時にね、一塁に盗塁したんですよ、また、すかさず。そしたらバッターが、空振りした、バットが相手のキャッチャーの見てた、キャッチャーのここにヘルメットに当たって守備妨害になったのね。それをさ、相手のキャッチャーだから、大谷が盗塁したからパッと立ったわけよ、投げるのに。スクッと立ったら、もうほらメジャーリーガーのバットってさ、グワーって振るじゃん。で、立ったところにその当たったっていうだけの話ね。わざと守備妨害とかじゃないんだけど、それでその大谷の最初の盗塁はノーカウントになったんですよ。それでまた一塁に戻れって言われて戻って、そのバッターはまあ三振して終わったんだけど、次のウォルシュだったかな、っていう人が出た時に、また盗塁するんですよ。そこでさ、だから YouTube とかでいろいろこうコメントが出てたけど、最初に守備妨害になったチームメイトにね、
気にすんな盗塁なんていつだってできるんだからっていうコメントが書いてあったけど、うん、まあピッチャーですよ大谷、でホームランバッターよ、盗塁するっていう話そんだけ、もうしかも最初盗塁してノーカウントになったから、うん、どう相手バッテリーも当然 ね、あのすごい警戒してるわけじゃないですか、その中で盗塁してであの自分の味方が打った時にだから二塁から一気にあのホームに取ったんだけど、その時もあの相手のキャッチャーとクロスして、なんかあのこうなんていうの柔道じゃないけどあのアイスホッケーのこうボディアタックみたいにボーンってなっちゃってぶっこけたりしたんだけど、もうやめてって言いたい、なんだろう、なんでそんなに体を駆使して、それはね、うん、前の試合で大谷が1回持たずに7点取られて負けたのを、あ気にしてんの、自分のチームメイトがその試合、うん、勝ち試合にしたんですよね、だから大谷の負け投手が消えちゃったわけ、あそれの恩返しっていうだからもうあのあたりのなあのあたりのなんていうの戦いっていうかもうゲームがめっちゃ面白いんですよ、とにかくその2つのゲーム続けて2つね、だからもうね、うん、いいねただホームラン打つだけじゃなくて、なんかいろいろそうそういろいろもうエンゼルスと大谷とのねもうなんていうのストーリーが本当にあるのね、なんかでもさ人間ってほら、うん、その人生の中でものすごくいい時期とさ、ガーって落ちる時期があるやん、怖いよね、今ものすごく 100% いい時期じゃない、絶対なんかほら怪我とかさ頭にボールが当たったとかなんか出てくるよね、今みたいにね、だからほら私たちみたいにこう自分のこう子供じゃないけどさ、そんな感じで見てるもんとしてはね、もう盗塁なんかしなくてよかって言いたくなるよ ね、あの何ホームってちょっと盛り上がってるじゃない、私たちやったらあの盛り上がりにすぐつまずいてね、こけるもんね、まだ日本ハムの時代にほら走塁してて足くじいたじゃないですか、なんかそれあんまり上手じゃないんかなと思ったらこの頃むっちゃ走ってるから早いもん、ね、なんか早いってね、早いなんか山形選手も言ってたね、 100m、なんかあれぐらい、で山形はこの人の走り、大谷君の走りすごいって、本当私山形が好き余談ですが余談ですなんか自分で改良したのかも ね、ああいうことがあったからね、体でも大きいのにね、大きくなったのね、そしてね、あんだけ大きくて速いっていうのすごいよね、なんか日本の野球選手っていうよりもそのメジャーリーガーでの大スターに なってるっていうところがちょっとすごいわ ね、そういう意味だよね、なんかパーフェクト君やね、性格もいいし顔も可愛いし、顔がねあのなファニーフェイスっていうかちょっと童顔だからすごい可愛いもん ね、あのなんかこう表情も可愛いから、すごい女性が虜になる、女性がもだけど、ね、あのほらメジャーリーガーの人たちにすごい好かれてるみたいよ、そうだからあのほら投手部門はほら選手投票で、あのオールスターに出るからね、そんなやっぱ二刀流で出るのオールスターじゃないですか、ベーブ・ルースもしなかったベーブ・ルースを超えたって今言われてるけど、まあメジャーリーガーでも稼ぎ頭になってしまったね大谷くんねまあでもほら投手で選ばれても出ない人もやっぱいるらしいんですよね、だけど大谷は出すでしょうね、多分ね出すよね、まあ、期待スターやもスター、そうねスターだからね、出てほしいと思うけど、すごい才能よね、でもね、あとはね本当に怪我をしないで、そうね、シーズン最後まで持ってくれたら、ね、毎日出ててもかわいそうに、もうスポーツ選手はもう怪我だけね、それはねありますよ ね、まあママの今日の気になる
話題でしたけれども、はい、愛も変わらず大谷愛が止まらないというところですね。そうですね、はい、まあ、藤井聡太くんが、ね、9段になったのも ね、 あ、 ね、それ知らなかった。ちょっと防衛戦かなんかもね、あの渡辺なんとかさんに3連勝して勝ったんだけど、もう一人の誰やったかな、なんとかさんは苦手みたいで、いっぱいしてますよね、負けてますね、負けスタートでしたけど、はい、ということで皆様こんばんは。本日もビーンズバーをお聞きいただきましてありがとうございます。まあじめじめしておりますけれども、ね、うん、まあ、キムちゃん自分の紹介してないんじゃない、あ、バーテンダーの気持ちで それ入ってないよ、新しいオープニングに。そうなんです、ね、ちょっと入れるところがなくてなんか喋ってる途中にと思っておりますが、ま、バーテンダーのキムチでございます。あ、まあちょっとね、オクラちゃんはオクラちょっと、ね、はい、お仕事に行っておりますので、はい、みんな忙しくて、はい、なんか若いからね、でも社会がちょっと軌道に乗ってきたよね。そうそう、すごい、もう元に戻りつつある、人流が福岡も増えてる、ね、すごいすごいそうね、あの福岡秘密の旅もまた始まりましたよ。あら、本当、うん、始まってる。あら、7月1日から。いやもうね、ワクチンを、うん、そうね、打てるような、あのトップのね、うん、年長者のママがね、はい、接種して、あ、そうそうそう、ね、順番にね、参りました、順番に行きましょうね年寄りからもうね、もう今週来週とね、そうそうそう、引き続きチーママもあのキムチも行ってまいりますけれどもなんか、まあ、でも結構中川は順調にスタッフ皆さん総出ですごい多くて、もう本当流れ作業でどん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 行ってましたよ。そう、なんかさ、注射を打つお医者様って何人ぐらいだの？1、2、3、4、 A から D ぐらいまでだ、 DF 4、5人いらっしゃるんじゃないかな。へー、まあ一つの会場にね。ああ、そう、一つの会場に、ね、私は体育館だったけど、体育館にはそのぐらいいらっしゃいましたよ。いやもう大体の人には接種券は届いたみたいで、ましたね、若い人にも。あとはもう時期をずらして予約してからっていうような順番になってきてるので、うんうん、本当ちょっとこうちっちゃいね、小刻みに進んでましたけど、そうそうそう、小刻み、まあうまくそれがね、うん、行ったのかな、少し早まったような早まったよね、そうみたいな感じがありますよね、うん、まあ、本当になんか9回の裏大逆転みたいなね。そうそうそう。ね、この間まで本当にいつだろうって言ってたら、まだあってずっと言ったけど、うんうん、地道に頑張ってたんですね。うん、でそんな長々と待ったりとか、うん、接種の場所で列作ったりとか、うんうん、そんなのほぼなくって、うん、順調にいってます。やっぱりあの2歳刻みみたいなのが、うん、もうすごいじれったいと私たちは思ってたけど、うん、それが良かったのかな。うん、ね、逆にね。良かったのかもしれないですね。なんか予約もね、うん、私は LINE でしたんだけど、うんうんうん、もうスッと取れましたよ、うんうん、そうですね、うん、LINE いいよね、 LINE いいよね、電話とかね、そんなんじゃなくて、そう、何回も電話かけるとか全くね、うん、しなくていいし、そう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 、ないな。そしてね、あの2回目の、うん、あの予約も、うん、その打った後、まあちょっと30分弱ぐらい、うん、待機してないといけない、はいはいはい、こう変なアナフィラキシーだっけ、うんうん、なんかそういうのを出ないように、うんうん、その待機している場所で、うん、そのスタッフさんのこう一人一人のお席まで来てくれて、うん、で2回目の予約待ってる間にしておきますねって言ってくださって、うんうん、例えば日曜日に受けたら、うんうん、その3週間後の日曜日をまず指定されるんですよ、うんうんうん、今日受けられたので、うんうん、3週間後何月何日の日曜日ですけど大丈夫ですか、うんうん、って言ったら、いやその日はちょっと用事があってって言ったら、その同じ週の、うん、じゃあ何どのあたりだったら大丈夫ですって言うから、うん、まあ、まあ例えば水曜日でいいですって言うじゃないですか、うんうん、水曜日だったら午後何時からなら空いてますよとか、そんなの言ってくださって、うんうん、もうあそこでできるの、そこで予約してくださって、あららら、
だからこっちで自分でね、うん、また帰ってきて、LINE 見て、そのほら、こう空いてる状況を見て、この日にしようとかしないといけないかなと思ったけど、うん、その場で、あら、でもちゃんとその接種券に第2回目の接種の日にちと時間もその方がわざわざ書いてくださって、じゃあ2回目の時これをお持ちくださいねって。じゃあもうスケジュール決めていった方がいいですね。そうね、そういうことなら ね、もう2回目もね、ある程度この日だから3週間後のこれってまず多分言われるんだと思いますよ、みんな。だからそこがダメなら何曜日とか第2第3希望ぐらい言っといた方がいいのかもしれない。そうですね、まあまあ いいこと聞きます ね、またね。だから何やっぱ打った人に聞かないと分かんないこと私ね、だから1回目の予約をした後にすぐ2回目も予約しようと思ってさ、あの LINE 上げたんだけど、あの1回目を打ってからの予約になりますって言われたやっぱり。そうそう、私も一気にできるのかなと思ったら、できない、そうじゃない、ね、ちゃんと1回目がやった人しか2回目はできないようなシステムになってる。そんなんでさ、なんで2回も3回も打つ人が出てくる。あ、そう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 、そう、いやだから中がほら最初にいろいろあったじゃないですか、酸素からのね、だからそんなのでいろいろやっぱいろいろこう改良したんじゃないですか、と思うけど。ああ、そう、他のほらところでもさ、同じ人だなんかね、あるよね、なんなんかねと思ってね、ちょっとわなあれ言ってたね、ここにほら貼ってあったから、あの受けてるんじゃないですかって言ったら、いやこれ先その前受けたの入れないんじゃないって言って、また打ったとか。だから本人がやっぱりちょっと ね、 ちょっとね、だいぶ、まあまあね、まあ、高齢の方だったっていう話です。そうね、でも、まあ、またあのほら季節がこんな季節になったので、まあ、また残念なね、あの事故が、事故というか災害がまた起きてしまいましたけれどもね。まあほら、熱海だから首都圏に近いところで首都圏の人の、まあ別荘があったりね、あそこから通ってる人も多いから、報道の仕方が、まあ、九州の場合と違うよね、全国からね。いやいや、またすごかったですよ、また映像がね。あれでも山の、いや山の上の方にさ、その別荘かお家かなんかあるやん、だからやっぱ別荘やろうね、あんな上の方にさ普通あんまり民家はね、立たないもんね。なんか盛り土してたところ、だからそういうので、そういう土地を開発してそういうのを作ろうとしていたところが崩れたっていうようなことでしょうけど、まあ、どれぐらいのあれが崩れてどれぐらいの人がいなくなってるかって本当のとこ分かってないんでしょ、分からんような感じよね、だからほら、定住してる人じゃない人、家がいっぱいあるっていうからね、中に入ってたのかどうかも分かんないよね、空き家なのか、そういうことなんか。あ、なるほどね、なんかで会社の保養施設みたいなのもいろいろあるみたいだもんね、あの熱海って温泉地だから。あ、なんか持ってるようなところってね、そうそう、ありますよね。悪いことできないよね。何が悪いこと。でも悪いことできないというあの財務省のキャリアの人すごいよね。あのほら、あの不正受給した人。若い子でしょ。若い、28歳だっけ？27歳か8歳の、まあ、東大と。ね、慶応大、ね、まあ相当頭いいやり手なんだろうけど ね、やっぱちょっとね、自分たちの作った制度のその抜け穴みたいなやつを、だから一番分かってる人だからさ、逆にほら本当に困ってる人は全然ね、何回やっても弾かれて、あの給付金もらえないとかいう人もいっぱいいる中で、いやね、まあなんか悪人っているんですかね。ねえ、本当になんかこの頃よく思うんだけど、
どうしてそういうことになるのっていうことが、うん、まあ、まあまああるじゃないですか、うん、まあまあね、ね、なんとなくその人間ってやっぱり性善なのか性悪なのかがね分かんなくなってきますよね。まあ日本人は性善説、うん、じゃないですか、ね、だからなんで悪いことするのってすごくこうショックを受けるけど、うんうんうん、まあ諸外国は性悪説っていうか、あのほらね、桜の塔って見てました、見てた見てた、桜の塔の最後を見よってもさ、うん、まあ警察幹部みんな真っ黒で悪いやつらばっかりやんっていうのに何事もないようにあの裏であの潰しときましたからとか言ってなんかまた天下りしてなんか高級キャバレーじゃないけどあそこに行ってなんかさ、え、それでいいのって私はさあの最終回も思ったけどね、なんか誰もお咎めなしよ、なしよね、お咎めなったの中リーサちゃんだけよ。そうやね、そんなバカなって私あの最後も思ったけど、そうね、そうね、おかしくない、そう言われりゃそうだよね、うん、あいつあの一番そのお父さんね、中西さんのお父さん、うん、また復活したんだもんね、そうよ、なんか次を作るためにかな、かな、うん、まあ、なんか布石を置いとかないと、まあね、次が作れないっていうのもあるかもしれないけどね、そんな終わり方でいいのってちょっと思ったけど。みんな、警察幹部ってじゃあみんなそうなのって逆に ね誤解する、それが通っていいのっていう感じでもなんかね、うん、あのいろいろな政治家のあのね、いろんなことを見聞きしてたら本当にあるのかもねとはちょっと思ったりもね、するけど、もみ消しとか、もみ消しね、あるよね、裏で手を回しておくだのね、かもね、やっぱ欲よね、欲、ね、だから、まあ、そうなのよ、ね、なんでそういうことするんだろうってこう理解できないことって、うん、私たちがほらこんな年取ってもなかなかこう理解できないこの人間のこの、ね、強欲なところってね、そうそうそう、なんか権力を持ったらさ、うん、あの悪いことをしてるっていう風に思ってこないんだろうね、うんうんうん、これはあの会社のためにとっていいこととかさ、うんうん、反対にそうなってくるんだろうね、その勘違いするというかね、そう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 、自分のそこのなんでそういう風になっていくのかなって、だいたい犯罪心理学とかで研究してる人はいるとは思うんだけど、その人間のね、でも私たちもほらあんまり権力とかお金持ったら変わるかもしれんよ、はい、言えるね、いや分からん、ね、変わるかもしれん、ほんとね、とかなんか美とかをさ、すごい美美今更だけど変わるかもしれんよ、それはあるかも、なんかね、何かを手にした時になんか変わるっていう、そう、ね、で周りも変わるやろ、うん、あ、そうね、ね、周りがこう180度、うんうん、接し方が変わったりするから、そしたらなんだみたいな感じになって、感じがどんどんしていくの、あ、なんだ軽いじゃんみたいにね、いろんなものを得るのがね簡単になってくるのかもしれない、大きなその悪じゃなくても、まあ、ちっちゃなね、どうでもいいような悪さをしてる人もいっぱいいるしね、そうです ね見つからないだけでね、見つからないだけでね、やっぱり性悪なのかな人間って、そう、ね、なんだろう、常にやっぱり、ね、思いたくないけど、うん、戦わなきゃいけないよ、自分の、自分のあれと戦わなくちゃいけないの、ね、そう、ね、なんか最近悪いことしたことあります？この頃はどう？悪いこと、まあ、社会とつながってないから相変わらずあのお散歩をしながら、うん、散歩はしながら、ね、最近はだから、うん、あれですよ、うん、もう田んぼにオタマジャクシが泳いでましたね、うん、今、あ、そんな季節か、そう、私もカエルが鳴いてるなとは思ったけど、ね、であれですよ、うん、あのジャンボタニシのあのピンク色の卵がね、気持ち悪いよね、あっちこっちにあって、あれ気持ち悪い、いっぱい役所さんすごい
悩みじゃないけど、うんうんうん、大変みたいですね。あれ食べるんですか、草を。草は食べない。草っていうか稲を。稲を食べちゃう。稲を全部ダメにしちゃう。食べちゃって。すごい。稲を食べちゃうんです。あららららら。そうなんだ。そう、ジャンボタニシ。でね、うん、見たら、あの用水路とかに結構その赤い玉があるんですよ。うんうん、ジャンボタニシ頭いいなと思ってね。うん、卵からかえって、うん、要はあの田んぼに流れる水と一緒に、うん、各田んぼに流れていくんだなと思いながら見てたけど、いやそして そうある田んぼ見たらさ、うん、田んぼの中に、うん、トウモロコシがポン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 って捨ててあるんですよ、うん、なんかトウモロコシ食べてこんなとこ捨ててるんかいなと思って見たら、うん、そのトウモロコシにジャンボタニシがブワーッと寄ってるの、でトウモロコシ食べてるから、あこれなんかおとりのトウモロコシなのかな、なんかこう あのわざわざ、そうそうそう、なんかこう対策の一つなんかなと思って、そこは知りませんけど役所じゃないから。でもトウモロコシはあでも稲が好きなんだったらね、田んぼの中に、そういうの好きかも。端っこじゃないのよ、田んぼのこの真ん中、ね、真ん中っていうかうねとうねの間とかに、あそれは考えたのかもしれんね、置いてあったんですよ。そうかも、あのタニシみたいなのがこう寄ってる、寄ってる寄ってる、そのね気持ち悪い。しかもそのトウモロコシもね、うん、なんかこう食べかすとかだったら普通まあちょっとほら 5,6 銭ぐらい切って、でバーベキューの時に焼いたりとかすると食べるじゃないですか、うん、あんなんじゃなくてもうとにかく一本丸ごとポンと置いてある。その皮を剥いてね、もちろん、うんうん、なんかあるのかもね、うん、それにそうやろうね、くっつけて捨てるとか分かんないけどでもそのある一角だけでしたけど、そこはね、あだからその人だけ、その方は、うんうんうん、こういう対策はどうかなっていろいろこう対策を練ってる、うん、一つなのかなと思って、うーんって、うん、思いながら、うん、あれの通ったんだけど、ジャンボタニシの天敵はおらんのかね。いないみたい。カラスとか鳥類は鳥食べないと。あそう。やっぱ結局食料として入れたけど、日本人の口には合わなかったわけでしょ結局はね。だけど食べられるものと思えば食べられるわけよ。うん、食べてみたことはないけどね。フランス料理とかいいんじゃないね。フランス料理とかね。エスカルゴ。ちょっとバター焼きかなんかして。バター今度して。サイゼリアにおろしたらいいのね。サイゼリアに、うん。サイゼリアのエスカルゴ美味しいもん。そうなの。私よく食べます。サイゼリアに行ったら食べる。エスカルゴがある。あるある。マジか。洒落てるね。へー。ね。洒落てる。そんなメニューがあるなんて見たことない。こんなちっちゃいお皿に何個か入って。何個か。なんかあのサザエみたいにプルンってして食べる。のアヒージョみたいなやつ。アヒージョね、うん。アヒージョになってたら美味しいかもしれないね。で、うん、もうコロナになって行ってないから、うんうん、今あるかどうかは分かりませんけど。そうか。うん、あの荒人神社もやっとこう風鈴に変わりましたよね。変わりましたね。綺麗ね。やっぱりあれ綺麗。和菓子のあれもついてるしね。うんうん、和菓子ついてましたね。ついてた。行かなきゃ行かなきゃと思いながら、ね。7月になってから変わったんだろうね。うん、いいね、あの風鈴いいね。ね。なんか色がついてるでしょ今度の。ついてる。濃い、うん、濃い色、ね。なんか青とかピンクの、うんうんうん、ドピンクかなんかがついて。え去年。の風鈴と違う、チェンジしたわけ、うん、透明じゃないね、すごいね、チェンジしたんだ、うん、あの数、うん、まあ色塗ったのか、今土日とかね、うん、すごいでしょ、大原人神社、なんか車でやってくる人が、この前、昨日かな、うんうん、昨日日曜日よね、うん、そうそう、私ワクチンを、うん、あの打ちに行くのに歩いて行って、うんうんうん、歩いて帰ってきて、まあ、帰りにそのまま荒人神社に寄ったけど、うんうん、和服の方々が撮影に来てました、ね、インスタかなんか撮るの、そうなんだ、うん、ちょっとスポットになりつつありますよね、まあ、夏の風物詩の、あの風鈴が新しくなってるので、ぜひ
ご覧いただきたいと思います。そうですね、皆さん行ってみてくださいね。はい、まあ、夏ちょっとジメジメしておりますけれども、なんとかね、この夏を乗り切り、ワクチンを打ってちょっと楽しいことができるようにだんだんなればいいですよね。気になるのは、まあ、オリンピック気になりますけれども、なんとか皆さん元気でいてほしいと思います。それでは本日はここまでといたします。何か、みんなに聞いてほしいことなどありましたら、お便りおメールお待ちしております。アドレスは bensoba@gmail.com です。ではでは、来週もご来店お待ちしております。ありがとうございました。また来週。